教育学部生です。いじめといじりの境界線ってどこにあると思いますか？ありません。またいじりからいじめに発展することあると思いますか？はい、思います。そのなんか受け手がどう思うかみたいなこと言うんですけど、あの受け手の気分でいじめに感じることもあったり、いじりに感じることもあるので、境界線ほぼないです。はい。なのでそのなんかいじめをなくそうは無理なんですよね。じゃあいじりをなくそうっていうのも無理なので、例えばその友達同士で話をするときに、なんか失敗談を話したりするのもある種いじりなわけじゃないですか。なんかそのこいつ昔彼女にこんなことあって振られてみたいな、それもなんか俺の冷たいその嫌な過去をほじくり返すなみたいなので怒れるっちゃ怒れるんで、なのでそのいじめのようなものをなくすというのは無理であって、なのでいじめがあった時にそれは嫌だとかそういうのはやめてくれっていうのをちゃんと伝えられて、まあお互いにそれが、あ、嫌なんだ、じゃあやめるわっていうその関係性になれるっていうコミュニケーションで解決するっていう方向を教えた方がいいんじゃないかなと思いますけど。いじめはなくならないのでいじめゼロにするとか、いじめ撲滅という人は信じられませんが、いじめをエスカレートさせないという考え方ならありだと思いますか？どう思いますか？一緒じゃない？要はそのエスカレートする場合もしない場合もあるし、でもいじめなくか、まあ、あの人類なくしたこともないし、動物もいじめはするので、あのアフリカゾウがいじめをするって話したことありましたっけ？あのなんかそのアフリカゾウを囲って、そのここの地域にゾウをいさせようっていうのをやったら、そのいじめられてるゾウっていうのをみんなでつっついて、でその柵にね電気が走ってるんですよ。でつっついていじめられた象が電気で嫌がってるけど、ガンガンつっついて電気の柵に突っ込んで感電してその柵をぶっ壊すっていうのをやって、いじめてる側の象はイエーイって言ってその柵を越えて餌を取りに行くっていうのをやるんですよ。なのであの人間じゃなくてもいじめって全然やるので、あとイルカもいじめやるんですよね、確か遊びで。あの弱い個体をつっついてみんなでこう遊ぶっていうのをやって、つつきすぎて死ぬっていうのをやるんで、あの生き物ってそれなりに知能があるのは大体いじめをやるんで、人間もやるのは変わんないと思います。はい。ただね、ちゃんと頭がいいといじめってなくなるらしいんですよ。あの高校でいじめがある学校っていっぱい聞いたことあると思うんですけど、僕の行ってた北園高校っていじめなかったんですよね。まあ僕が知らなかっただけかもしれないですけど、北園高校でいじめがあったって話を聞いたことないですよね。で、あのまあ北園高校って僕が行っていた板橋にある高校なんですけど、あの校風というか、あのルールとしてあの校則がないっていう高校で、なので私服で行ってもいいし、でまああの昼休みに僕らあの近所の神社でタバコ吸ってたりとか、あとそのまあお酒飲んでちょっと授業に戻ったりとかっていうのやってたんですけど、まあ知ったこっちゃないから気にしないっていうので、周りも気にしないし、あとなんだろうな、みんなで仲良くしなきゃいけませんとかも特になかったので、なんかあのいじめをするぐらい接点を持たないんですよね。あいつら面白くないよねっていう人がいたら別に話しかけないし仲良くもしないみたいなっていうので、あのいじめをするほどのエネルギーもなかったというか、いじめ対応の対象に興味がないみたいなっていう高校だったんで、いじめなかったんですけど、はい、っていうやり方もあるかなと。で多分大学もそれなりに偏差値高いとこっていじめないと思うんですよね。なのであの知能の低い人がいじめをするって、知能の低い動物がいじめをするって、ある程度ね、本当に知能が低いアメーバとかはいじめはしないんだけど、なのであのある程度知能が高い集団ってなると、いじめということをやることによるデメリットっていうのが分かるので、デメリットのない人たちが集まるといじめが起こるって話だと思います。はい。小学6年生ですが、教師にいじめられて学校に行ってません。どうすればいいですか？転校してください。あの先生にいじめられてるんだったらもうどうしようもないです。あなたの力で何とかなることはありません。で、その生徒を先生が生徒をいじめるって完全に狂っていて、でそれを見ても誰も直そうとしないっていうことは、もう誰か一人が何とかなる状況じゃないと思うので、さっさと逃げた方がいいです。そういう場所からは。世の中にはそういうおかしな場所があります。学校でいじめられてます。親に相談しにくいです。どうすればいいですか？友達の親に相談してください。信頼できる大人に相談した方がいいと思います。
で、まあ、児童相談所みたいなところがある程度相談乗ってくれそうであれば、地域名、例えば東京都北区赤羽児童相談所とかで検索すると、地域の児童相談所ってのが出てくるので、そこに相談してもいいかもしれないです。中学校で脅迫状がエイコちゃんのロッカーに複数回届いています。死ね、学校来んないという内容、ストレスでエイコちゃんは体調を崩しています。学校は対策してくれません。解決方法を教えてください。まあ、警察に一回届けた方がいいと思いますよ。少なくとも学校が全くやる気がないというのは、でも学校に言ったんですよね、きっと。でも何も対策してくれないってことなので、その、警察沙汰にして、要は第三者の視点っていうのが入ると、そこで動かざるを得ないっていう状態になるので、あとは教育委員会とかにも、持ってったりすると、教育委員会の方から学校に文句言われたりするので、要は、学校は動くと、なんかその、いじめがあるっていうのを認めたりとか、なんか要は、そこでなんかいじめの犯人探しとかめんどくせえからやりたくねえっていうのがあるので、なので、第三者が学校に介入するような形にするといいんじゃないでしょうか。その、ネット上に上げて話題にするっていうのもありかもしれないですけど、ただ、その、A子ちゃん自身の個人情報とかを、要は、いじめる側がばらまいたりして、なんか、A子ちゃんが困るみたいな状況になるかもしれないので、とりあえずネットに上げる前に、その警察だったり、教育委員会だったりに言ってみるといいんじゃないでしょうか。で、僕は高校時代に暴行や暴言を吐かれるなどのいじめをクラスのほぼ全員から受けてました。ほう。卒業してから10年経ちますが、今でも時々クラッシュバックしてきます。あの時僕はどういった対応をすればよかったのでしょうか。担任は見て見ぬふりで、親は頭が高く、少なくともここは出ろと言ってまともに話を聞いてくれませんでした。転校させてくれと言っても怒鳴られておりました。録音して、録画して、YouTube とかに上げるとか、メディアに送るとか、要はその、事件として扱う、いや警察に行くでもいいんですけど、まあ、警察が取り合ってくれないんだったら、じゃあそれをメディアにあげるとか、今だとじゃあそのネットにあげるとかっていうので、その周りの大人の人に助けてもらおうっていうのを、まあ、最初はやったと思うんですよね、学校の先生とか親とか。でも周りの大人が助けてくれませんっていう時は、じゃあそれを面白がって商売にしている人、例えばメディアって人の事件を面白がって商売にして、そこになんか広告とか CM とか載せて儲けてるわけじゃないですか。なので人が困ってる映像っていうのは彼らの飯の種なので、あなたが困ってるっていうことは、その映像を提供すると彼らは喜んで放映してくれるわけですよ。っていうので、周りの大人が助けてくれないんだったら、そういうビジネスで動いている人に助けを求めるというか、そこに協力してもらうっていうのはあったんじゃないかなと思います。まあ、でも10年経ったんだったらね、元気にしてらっしゃるようでよかったですね。はじめまして、この事件を知ってほしいことも含め質問させていただきます。9年前に東京品川区の進学校で起きたいじめ事件についての質問です。詳細内容を控えます。知名度の低い事件ですが、この事件の加害者は32人以上いて、被害者が自殺したにもかかわらず、ほとんど処分されることはありませんでした。このようなクラスほぼ全員とか、学年全体レベルといった残忍ないじめはどう対処すればいいと思いますか。まあ、知らないので何とも言いようないですよね。人が亡くなってで、そのなんか、それが本当にいじめによって起きたっていうのであれば、その証拠を持って、メディアとかに行けば、なんとかなるんじゃないかなと思いますけど、で、基本的にはいじめって、ほぼクラスの全員知ってるんですよね。なので、その32人加害者という、まあ、言い方になってますけど、クラス33人だったとかだと思うんですけど、まあ、基本大体いじめがあるときって、そのまあ、僕の世代だと40人ぐらいのクラスだったんですけど、ほぼみんな知ってるけど、別に止めなかったっていう、その、まあ、不作為の加害者なんですよね。要は普通だったら止めるでしょっていうのを止めなかったおかげで、そのなんかいじめがどんどんエスカレートしてて、まあ最後はそのなんか大変なことになりましたみたいな感じなんですけど、でいじめって基本的にそういうもので日本中で起きていることなので、でそれを取り上げてもらいたかった場合って、どういう証拠をメディアに持っていくかなんですよね。その被害者がじゃあこういう手紙を書いてましたとか、その物があったりとか、そのなんか肉筆のそのなんか文章だったりとか、ビデオとか映像とかがあったりすると、これは確かにひどい事件だよねっていうのでメディアが記事にして、まあ、その世間的な盛り上がりをしやすいんですけど、ただ基本的にはメディアって儲かるかどうかで記事にするかどうかを決めるんですよね。なので、そんなにそのなんか、きちんとした証拠がないとか、儲からんとかの場合は取り上げてくれなかったりするんですよ。で、旭川のいじめの事件がこれだけ大きな問題になったので、やっぱりその被害者の子の写真とかを遺族がガンガン出したからだと思うんですよね。そのかわいそうな被害者っていう写真があって、でこういうそのひどいいじめがありましたよと、その皮を落とされましたよとか、でまあ最後はその自殺しちゃいましたよみたいなのが、ちゃんとその、まあ、被害の状況でこういう被害もあったし、この子ですよっていう顔写真もあるから、じゃあメディアが載せようっていうので、メディアが載せて、でまあ、ね、SNS とかで割と流通するようになってっていうのがあるので、なのでその
悪が行われて正義を追求したいということ自体は正しいと思うんですけど、ただメディアが取り上げない限りは結局みんなに忘れ去られてなかったことになってしまうので、メディアに取り上げてもらうためにはメディアが儲かるにはどういう情報証拠を与えるべきかっていう視点があった方がいいんじゃないかなと思います。